おとなしく歌を歌って不思議の国、いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に撃ち殺されて、真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられ枯れていく。3番目アリスは幼い子、綺麗な姿で不思議の国、いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国の情報、秘密な夢に取りつかれて、朽ちゆく体に怯えながら下でお茶会、お城からの招待状はハートのトランプ。4番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、ついさっきやってきたばかり、賢い弟、一番アリスに近かったけど、二人の夢は覚めない。